始まってます。始まってます。お疲れです。お疲れ様です。あ、お疲れです。本日10月25日、ちょうど給料の締めだね。ああ。今日は、なんだっけ。今日ちょっと本当にね、でも大事な話。まあ、河合くん、うちの塗装班を作った人なんですよ。視聴者の皆さんはちょっと馴染みがない。手書きした最近よく言うけどな。俺のもう本当に何年 ?6 年。6年、7年。ぐらい。で、そのうちの5年ぐらいが職員やった。そうですね。うん、まあ、もともと一級塗装技能士戻っていくつの時に来た32、3の時にうちに来たんですけど、まあ、この人が、まあ、塗装班の会社を作った人という、まあ、人と、まあ、今、まあ、YouTube でお馴染みの変態感覚って何をお前格好つけたっていう中で今日ちょっと本当に重大発言っていうか、まあこれめっちゃ面白い企画になるなと思ってるのは、ファイトクラブってやつあるじゃん。 YouTube 版ファイトクラブとかで、うちの塗装職人ファイトクラブっていうのを一つ考えてるのが、まあどういう内容かっていうと、1年間で絶対に親方に育てる。もう皆さん募集します。これは何っていうと、経営者の人 もうダメ、あの個人事業主今やってる人もダメ。今どっかで勤めてて、まあ、最低7年8年以上とかだと思うよね。履歴書きちっと送ってほしい。まあ、これ詳細にはあの条件とか。で、まあ多分これ人数が多いのを予想してるから、俺はね。マックス3人決めるんですけど。で、河合くんはさ、うちに来た時にさ、あるね、すごい厳しい社長の下でね、はい、親方で。70になっても足場組むような、スーパー鉄腕親父みたいな下で。はい、職人やってきて一級技能士持って、そこのナンバー2みたいなんだよね。まあ縁があってうちで働いてくれて、でうちの塗装班っていうのをガッと作って、で営業っていうのを今2年やってる中で、まあ、この企画もまた出ると思うんですけど、このもう本当に社長教育をし始めてますよね。でも寺岸っていうのは違う、独立したわけでしょ。お前はだってうちの会社に来た時にはもう独立してきたわけじゃん。独立して何年ぐらいですか。10何年。いくつできた。おうち34ですね。34でうちに来て一回一度社員がやったんだな。1年で飛んだな。俺厳しすぎるから。いや、でも独立したきっかけとかってな。勤めとる時、うん、親方が、まあ、独立しろっていう。あ、親方の方が言ってくれた。お背中を押してくれた。で、うん、元時は紹介したるで、今まで。あ、お客さんも紹介してくれた。紹介してくれた。ああ、それは最高の形だね。で、戦力とか、道具は一つずつ持ってっていいぞ、うん。あ、もう全部くれたんだ。全部くれたんですよ、コンプレッサーとか。戦力とエアレスを。へぇー、30と若いしね。それぐらいの時に独立させてくれていいよね。本当になんか年取れば取るほど勇気がどんどんなくなってくるでしょ。ビビってくるでしょ、人間って。外国人としては辞めたきっかけってな、うちに来たきっかけって。まあ、結局独立はしたかったんですけど、うん、前の会社がもうお前に全部やるって言ったんですよ。うん、会社ごと、ね、会社ごとあげるって、ね、はい、道具も全部、足場もあったんですよ、うん、足場も組んでたんで。で、まあ、僕も足場の資格もあるので、うん、で、まあ、やれるんですけど、うん、なんかちょっと物足りなさを感じたのと、うん、で、なんかまあ、寺西が育ってた頃に、うん、なんか別にここじゃなくていいなと思ったんですよ、ね。ああ、もう俺はまあ人育てたし、もう俺のランクでもいいかなみたいな。そうですね。じゃあ俺はここに居場所がないわけないけど、うん、ここじゃなくてもいいとか、何かあるかなみたいな。そうですね。で、まあ、岐阜って結構その独立するのにもできなくはないんですけど、やっぱりその会社に仕事もらうもあるんですけど、戸建てって結構その一軒丸々やらないとっていうところもあって、手間受けで受けるっていうスタイルが少なかったかなと思って。そういうことね。元請けがおって手間受けで受け入れるのがあんまり少ない環境的に。で、まあ、名古屋とかの方がと思って、まあ出てきたっていうのもあります。あ、なるほどね。これさ、まあみんな本当にそう、俺もなんかいろんなタイミングがあってこうやって今経営者やってるけど、なかなかさ、独立するタイミングって職人さんっていつか分かんないし、で俺はその本当にもう1年って決めてんだけど、俺は何を教えたいってさ、やっぱタイミングになってあげたら教えるよりも。で俺はいろんなことをまあ教えれることがあって、まあ、そうしょっちゅうはないと思うんだけど、1ヶ月間そのいろんなことを教えて、毎日のように学校のように仕事終わってからやったらいいから。でもちろんみんな生活があるから、まあ、まずうちで働いてもらう。その代わりまあ給料もまあ今やと同じぐらいもらえるかどうか分かんないけど、まあ、それはちょっと決めるけど、多分安いのは買うでしょうし。でその代わり、まあ、俺らが全面的にバックアップするって、毎日のように何か教えてあげるっていう感覚はないけど、一緒にお酒飲んであげたりとか、で俺も月に2回とか3回はなんか話してあげる機会とか。その代わりもう仕事はきちっと朝から夜まできちっと毎日やる。でその後に毎日じゃないけど何らかの、まあ、3人で勉強会やるとか、いろんな形にできたらなと思って、まあ、正直細かくは決まってません。で、まあ、毎年これ順番にやっていきたいな。
やっぱ人手が足りないことはないけど、やっぱお値打ちのお客様に提供できる。で、あの、根性があるやつ、一生懸命やってるやつ、8年、10年やって、これでも任せられてる。でも、なんかタイミングがないから、独立できないっていうタイミングで、こうやって来てくれることで、きっちり現場が任せられる。だから俺は経営の勉強をしていってほしいからね。いろんな形があるじゃん。で、自分が本当はどんなスタイルがいいのかっていうことを勉強になればなぁと思うので、一級塗装技能士に現場行って教えてもらうっていう企画じゃないから、もちろんもう自分が一人前だって思ってきてほしいし、もちろんまあまあね、上には上がおるっていう世界だと思うから、もちろん来ても仕事も切磋琢磨して覚えていかなあかんし、まあ、俺らで教えれることは教えてきゃいいと思うんだけど、現場のこともね。俺はどっちかというと、まあそういう経営的なこととか、独立のタイミングとかになればなぁっていうのが一つあるから。内容とか、見ていくとどういうものか、大丈夫だったら、なんか条件とかあるやん、まあ、俺はもう最低7年8年以上で現場を一人で戸建てきっちりやってるやつ、1回や2回じゃなくて民間の戸建てやってるやつ、他になんか条件ある、こういうやつだったらいいとか。あ、でも戸建てばっかの経験者の方がいいのかなと。あ、そうだね、まあ、なかなかやっぱじゃあ大型やっとるんぬんで、まあ、小型あの戸建てをやったことないんですけどって言っても、やっぱその俺はもう仕事やりながらしか教えてあげられんから、また違う機会にね、そういうのがあればいいんだけど、今回は、ちょっと、やっぱもう仕事をしながらだったら、俺らも教えてあげられるし、二階道場にとってもプラスじゃん。二人三人ぐらいだったら、こうやってチーム、もうね、うちにやってお客さんの、お客単価、客単価っていうかな、もう下げてあげられるし、まあいい意味で、ね、お客さんも集めてるからね、こういう企画で来てる方だから、ちょっと値段下げれますよ、うん、こういうのもいいですか、その場合撮影絶対 OK ですよ、とか、いうのが、なんかできたら面白いよね。でもまあマンションとか大型はちょっと難しいかな。やったことない、やっぱ戸建てやったことないってなるとちょっと難しいよね。じゃあ、うん、1ヶ月2ヶ月は誰かがつきますっていうことできないから、うん、まあ行って1軒2軒お前のところに入ってくれって言って、ちょっと使っててくれって言って、多分つけて仕事は見てもらうみたいな最終面接だよね、うん、まあある程度の3人4人に絞って5人に絞ってこいつだと思って、まあ、絶対大丈夫でしょと思うけど、いきなり現場引っ越えて行かせれってやっぱりね、ちょっと見てくれって言って見てもらう可能性あるけど、まあ、金払えとは言わんで、今上宅払えとは言わんでそういう中であのやっていこうと思ってますんで、ぜひあのどしどし募集してください。よろしくお願いします。そうだねちょっと一個だけあの、まあ、宣伝みたいになりますけど、あの求人マッチング、あのお客さんと建設業をつなぐあのマッチングと、あの塗装会社さんとお客さんをマッチングする、もうこれ全国でアプリ作ろうと思って、もう今アプリ あの内容までは決まって、まあ、これもまた告知どっかでしようかなと思ってるんで、あのどしそっちの募集も来てください。よろしくお願いします。また見てね、あのチャンネル登録してないやつは募集来てももうダメだよね。あ、せめて募集来るんだったらチャンネル登録絶対してきてください。チャンネル登録は絶対してないとね、うん